どうも、アロ78です。今回はチャームさんにて買い物をしました。かなりでっかい箱が届いてきました。で、合計金額が約7200円くらいの買い物なんですけど、まあね、どんなものを買ったのかちょっとね、動画に出してみたいと思います。よろしくお願いします。大型魚アクアリウムアロ78チャンネル。はい、というわけでね、早速開封していきたいと思います。と言ってももう一回閉めちゃったんですけど、実は1回開けていろいろ出したんですけど、カメラの録画ボタンが押せなくて iPhone6S なんですけれども、もう一回ね、開くところから撮ってみたみたいな、そんな感じになります。よろしくお願いします。こちらカーニバルですね。今2つあったんですけれども、こっちのカーニバルがビッグカーニバルというもので、めちゃめちゃね、でかいカーニバルになってます。はい、そしてあとはこれがね、パワーリフトというもので、この間フィシュレットの動画出したんですけど、これつけるとね、非常にいいよって、まあ絶対そういうコメント来るなと思ってたんですけど、やっぱり来てくれてよかったです。ありがとうございます。ね、使ってみたいと思います。はい、そして発泡スチロールの箱が2つですね。この中にはなんと何が入ってるでしょうか。というわけで、まあこんな感じです。っていうかね、もう餌代とかちょっとね、小アイテムみたいなの買うと本当に結構ね、やっぱり毎月出費がね、膨らむんで、アクアリウムって結構やっぱりお金かかりますよね。やっぱりアクアリウムだけじゃなくて、まあ、何の趣味やってもやっぱお金は結構かかると思うんですけれども、はい、今回初めて自分でチャームさんで生き餌の小赤、いつも違うところで小赤頼んだりしてたんですけれども、今回は初めてチャームさんで小赤を買ってみました。で、チャームさんって本当に梱包が何もかもめちゃめちゃ丁寧で、めちゃめちゃもうくるんであったりとか、本当丁寧すぎるぐらい丁寧だなっていう印象があります、チャームさんの梱包。はい、というわけでね、小赤、バケツに開けて水あせしていくんですけど、これ小赤50匹ですね。はい、で、なんか輪ゴムじゃなくて金具で袋が留めてありましたね。はい、てな感じで、もうハサミでザクッといってバケツに開けます。で、自分は水あせやっぱするんですけれども、まあね、初日にもすぐ全部開けちゃうとか、そんな感じだったらいいかもと思うんですけど、やっぱり何日かストックするので、餌のね、まあ、金魚とかでも水あせすると長持ちして、まあ、管理しやすいと思うので、自分はまあしっかり水あせしてます。はい、というわけでこちらがまあ簡単なね、管理水槽になるんですけども、ツインブリラント、まあ、1個ついてるんですけれども、まあね、そんなに長くはストックしないと思うんですけど、とりあえず水あせをね、しています。チューブでちょろちょろやってる、まあ、これが一番簡単っすね。あんまり細かいこと考えないでいいんで、本当もうちょろ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 やって、まあ、ちょっと調節して、これなんか30分ぐらいかな、30分ぐらいかけて水あせしましたね。で、今回初めてチャームさんでね、小赤買ったんですけど、非常に状態いいなって感じました。お腹もなんか餌食べてるような感じでぷくっとね、膨れてて、でサイズもほんと小赤っていう感じのサイズで良かったと思います、個人的には。はい、まあね、水あせしてる間にもう1個ね、箱があったんで開けてみたいと思います。さて、この箱には一体何が入っているんでしょうか。はい、新聞紙をどかすと中には箱が入っていますね。さあ、この箱には一体何が入っているんでしょうか。はい、まあちょっとね、ガムテープがね、ちょっとなかなか不器用なもんで、なかなか取れなくてあれなんですけど、はい、開いてみました。はい、ふすまですね、いっぱい入ってるのは。はい、毎回のごとくワームですね。まあ自分は1キロね、1回買ったらもうほんと大量すぎて、何かワームとワームが重なっちゃって、多分噛んだんですかね。それでなんか結構ワームがね、かなりたくさん死んでしまったっていうことがあったので、自分は500g ずつ購入してます。まあね、1キロ買った方が割安っていうか、そんな感じになるんですけど、まあ 500g かな。でも最近めちゃめちゃアロワナたちがワームめちゃめちゃ食べるんで、まあ、1キロ買ってもいいのかななんていう気するんですけども、まあとりあえず 500g ですね。で、ワーム 500g 結構、まあもっといっぱいかなと思ったら、意外ワーム 500g ってどうだろう、これ少ないかな。あ、でも昔ワロワナ公演してた時1キロとかよく買ってたな。はい、というわけで、まあこの袋に玉ねぎ入ってるのとかよくたまに見ますよね。はい、てな感じでワームですね。でワームやっぱ結構気持ち悪いなって思うんですけど、なんか自分は最初ほんと触れなかったんですけど、アルバナにね餌与えるためにまあもうちょっとなんか気づいたら触れるようになってました。でもやっぱり気持ち悪いですね。はい、そんな間に小墓の水遊びが終わったので水槽に移していきます。下にナンシ親にらみの水槽あるんですけど、ナンシ親にらみの水槽を上段にした方が良さそうですね。普通に考えても足元に水槽あるとあんまり良くないってね、結構魚がびっくりしちゃったりするっていうのがあるんで、下に小アカのストック水槽の方がいい感じですね。はい、というわけで今回はねこんな感じで、まあ、届いた餌を、まあ、ああしてこうしてってやってたんですけど、結構ね気づいたら23時間かかっちゃって、まあ、水槽のメンテナンスも、まあ、この日やったんですけども、かなりね気づいたらかなり時間がかかりますね。やっぱメンテナンスやっていろいろやってなんて言ってると3、4時間普通にかかっちゃうんで、まあ、平日ね仕事して土日にまあこうやって餌が届いたりする方多いと思うんですけども、もうアクアリストに休日はないなっていう思う時ありますよね。まあね楽しくてやってるからいいんですけどね、たまにもう本当に疲れた時とかでああ大変だ水替えしなきゃって思う時はまあきっと誰でもありますよね。はいってな感じでまあチャームさんでねいろいろ餌を買ってみたという動画でした。まあ、今後この餌をね与えていく動画とかアップしたいなとは思ってるんで、またよかったら見てみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。アロ78でした。また次回の動画で会いましょう。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。